チャーチル級原子力潜水艦は、イギリス海軍の攻撃型原子力潜水艦。一番艦は、イギリスの首相及び、海軍大臣を務めたウィンストン・チャーチルにちなんで、命名された。チャーチル級は、ビッカーズ・アームストロング社で建造された。二番艦のコンカラーのみ、キャメルレアード造船所で建造された。チャーチル級は先行するバリアント級と同一の、 基本設計に基づいており、要目上の大きな差異はない。バリアント級は、弾道ミサイル原子力潜水艦レゾリューション級の建造を優先することが決定されたため、2隻が飛行されたのみでさらなる建造は凍結された。しかしながら、レゾリューション級4隻の整備の目処がついたことから、再び攻撃型原子力潜水艦の建造の再開が決定され、 建造が開始されたのが本級である。そのため、この間のドレッドノート及びバリアント級の運用実績を踏まえた内部的な改正が、飛行時から盛り込まれていることから、順道警官として区別される。チャーチル級及びバリアント級は、1982年のフォークランド紛争に投入されている。とりわけ、チャーチル級2番艦、コンカラーは、アルゼンチン海軍の軽巡洋艦。 ヘネラル・ベルグラノを撃沈し、魚雷で戦闘艦を撃沈した世界初の原子力潜水艦として名を馳せた。チャーチル級はバリアント級と共に長きにわたって在籍した。しかし、バリアント級二番艦ウォースパイトが回収工事の過程で原子炉の冷却関係に亀裂が発見されたため、回収を終えることなく1991年に解約されると、 同一の設計の手記を搭載するバリアント級及びチャーチル級の全艦について慣例に達するのを待つことなく順次早期解約されることが決定した。1992年4月16日の3番艦カレージャスの退役によりチャーチル級は全艦が現役を退いた。ウィキメディアコモンズにはチャーチル級原子力潜水艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。